フードは、888年から898年まで、ロベール家から初めて、西フランク王国の王位についた。英語、ドイツ語他の表記はオド。885年から886年にかけ、パリを包囲した、ノルマン人を撃退した。ネウストリア公ロベールルフォールとトゥール博、遊具の娘アデライドとの間に長男として生まれた。弟に、後のロベール一世がいた。 母の姉妹エルマンガルドは皇帝ロタール一世とベルトはパリハクジェラール二世とそれぞれ結婚している。866年の父の没後にネウストリアくら位を相続したがカロリング朝のシャルル二世は868年に皇位を剥奪しサンジェルマン修道院長優遇に与えた。882年か883年にサンジェルマン修道院長 遊具の許可とパリ司教ゴズランの指示を得て、パリ博の地位を得た。884年にカルロマン二世が没した翌年、ウードはトゥール博、ブロア博、アンジェ博となり、886年、トゥールの聖マルタン修道院長の地位も回復した。パリ博の期間は、893年にランスのサンレミ修道院で性別され、彼を担ぐ一派がウードと対立した。 東フランク王アルヌルフははじめウードを承認していたが、894年に至って、シャルルへの支持を宣言した。3年続いた両派の紛争の後、ウードはシャルルにセーヌ北部を引き渡し、かつ、シャルルを次の王に指名した。ウードは898年1月1日、ピカルディのラフェールで没し、サンドニ大聖堂に埋葬された。テオドラード・ドトロワと結婚したが、 コアミナ創生した。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、オード、インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。